第2試合ヘビー級スリーウェイマッチ、相葉谷口対中島克彦対ジョナロック。スターレン大会の第2試合、ヘビー級3選手によりますスリーウェイマッチです。長期望軍のマイバッハ谷口、ブレイブ中島克彦、そして TMDK ジョナロック、三者三様三つどもえ、スーパーヘビー級同士の1対1対1のぶつかり合いをとくとご堪能いただきたいと思います。オーストラリアからシングルのベルト3つを獲得し、療養とノアマットに帰ってきましたジョナロックがまず最初にリングに立ちます。圧倒的な破壊力、その肉体こそが狂気です。 TMDK ジョナロックです。地元福岡出身です。小学1年生まではここ福岡市で育ちました。丸藤との GHC ヘビーのシングルもここ福岡で戦いました。福岡の血が生んだプロレス界のニューウェーブ、新たなスターの一人と言ってもいい中島克彦はブレイブの一員として代表としてこの 3way マッチに臨みます。多くのファン、そして支える方々が見つめる中で、博多スターレーンの第2試合、中島克彦が2人目で姿を見せました。3A マッチ2人目のリングインは中島克彦です。やはりひときわ大きな歓声、紙テープが数多く投げ込まれました中島克彦です。肉体が狂気のジョナロック、そしてその切れ味鋭い蹴りこそが狂気とも言えます中島克彦、そして狂気を手にした狂気の男と言ってもいいでしょうマイバッハ谷口、これからリングに向かいます。年明けから新日本プロレスから鈴木軍が多くの選手を引き連れてノアマットをかき回しています。そんな軍団構想の中にあって長期防軍が黙っていることはないでしょう。今日もさすまたを手に不気味な笑みを称えながら、今マイバッハ谷口が悠然とリングを目指します。すでにジョナロック中島克彦はその手にしているさすまたに注文をつけています。さあ3人揃ってマイバッハのさすまたでゴンが鳴る前から試合開始です。今レフェリー福田がゴンを要請しまして、ようやく鳴りました。さあパワースラムでジョナロックを投げていきましたマイバッハ谷口です。リングの中に入り、そのさすまたの号令とともにこの 3A マッチの試合が始まっています。リングに入ってくるなり、そのさすまたに注文をつけていましたジョナロック中島の2人ではありましたが、さあ場外中島が追っている、背を向けているマイバッハに今蹴りが一発入りました。この怒りの蹴りが一発マイバッハの胸板にヒットしますと、この福岡出身の中島克彦に大きな歓声が送られましたが、さあ場外戦鉄柵の向こう、生き生きとこの場外戦を戦いますマイバッハ谷口です。場内にあるもの、そして目に入るもの全てがマイバッハ谷口の武器になります。さあマイバッハ谷口がスターレーンの西側の客席にぐるりと方向を変えていきました。3ウェイマッチです。この3人の中の誰かが誰かに勝った時点で試合が終わります。いわゆる勝ち残りではありません。バトルロイヤルのような試合形式ではありません。ですからこの3人が時に協力することもあるでしょうが、最終的には一人一人が勝ちを狙っていきます。そんな中で中島克彦はちょっと形勢逆転できたでしょうか、あるいはこの2人がダメージを蓄積し合っている間に今、あるいはこのジョナロックはいい形で休めているのかもしれません。さあ熱狂的なファンの多いこの博多の会場内を今客席をかき分けるようにマイバッハ谷口が中島克彦を連れば、あとまた椅子を手にしました。椅子を手に今ファンの
目の前で中島和彦の首のあたりに体重を乗せていきます。いや今レフェリー福田も吹っ飛ばされました。場外カウントは今入っていない中で、あっと今マイバッハが、あ中島も椅子を手にしました。そして振り下ろしていきました。中島克彦の椅子攻撃には大歓声です。小学校1年生までこの福岡で過ごしました中島克彦。さあ放送席の後ろ、会場の隅々を場外線でぐるりと一周してしまいそうな、そんなマイバッハと中島の攻防を顔面をかきむしります。椅子がガシャンガシャンと崩れる音がこの場内に響きます。福岡の博多スターレーンです。西の九州のプロレスのメッカ。さあ鉄柱に中島克彦が打ちつけて、この間ジョナロックはダメージこそあったでしょうが、まあ見方を変えれば随分と休めました。このスリーウェイマッチ、どうこの試合の流れの中で影響を及ぼすでしょうか。この試合の流れだけ見てますと、一見シングルマッチにも見えてしまうかのような、今ようやくジョナロックがリングの中に、さあここで手を組むか。やはりここはマイバッハを挟むこの両者が手を組んでダブルのショルダータックル。ただ先ほども申し上げましたが、いわゆるバトルロイヤルのような形式ではありません。最終的には1対1対1です。さあここでもう一度手を組むでしょうか。マイバッハ谷口をまず一人蹴散らしておこうという流れなんでしょうか、中島とジョナロック。ただやはり、あっと寝返った投げられたのは克彦。中島克彦がブレンバスターに投げ捨てられました。頭が違うと、考え方が違うんだと、ジョナロックが今自らの頭を指さして、今度はマイバッハ谷口を味方につけましたが、裏切った後にはどんなしっぺ返しが来るでしょうか。さあ体当たりをさせてミドルキック連発が入った。中島和彦が今1人リング上でただ1人立っています。さあ裏切りへの返しをバックに回ってリングの中央、巨体のジョナロックを投げ切れるかどうか。顔面ハイキック、ショルダータックル吹っ飛ばしていました。この間にマイバッハ谷口は場外で一旦距離を取っていますが、この2人の攻防で試合が消してしまいますと、マイバッハ谷口も勝ちがなくなります。下から蹴り上げていきました中島克彦です。さあ中島が一気にジョナロックから取るでしょうか。顔面ハイキック串刺し式、マイバッハ谷口はおそらく試合の流れを見ていることでしょう。さあ地元の福岡のファンの皆さんの歓声を一身に受けて、中島がコーナーに立ちますが、マイバッハがレフェリーを使った。レフェリーを使いました。あ、さすまた、レフェリーが見ていないところ、さすまた、いつの間にやら用意したそのさすまたでデッドリードライブを狙う低い天井のスターレーン。中島克彦の体が天井に触れてしまいそうな、そんなデッドリードライブを今から打ちそうだ。マイバッハが投げ捨てました。まだレフェリーは立ち上がれません。さあ今度はレフェリーが必要だ。マイバッハがレフェリー福田を起こして、さあ喉元をつかむチョークスラブの体勢だ。抱え上げるジョナロックは体勢を立て直していない。マイバッハがカバーに行った。カウントはジョナロックが後ろから来た。マイバッハが勝ってしまいますと、その瞬間にジョナロックの勝ちがなくなります。さあ喉元をつかむ、しかしその手を振っていった。抱え上げてフリップ落としていきました。ヘビー級3選手の攻防、トラスキックが、おっとミドルキック、この辺りは蹴りも軽快な動きを見せましたジョナロックです。対角線に振ったマリアットを打っていきました。ネックブリーカー流れるような攻撃でカバーに行きます。中島は今この攻防を割って入ることはできません。 TMDK の一員として第3の男としてノアマットでの存在感をさらに高めるか。
勝負を決めるかジョナロック。体を浴びせた。自らも走っていって、おっとそのまま体重を、あしかし顔面ハイキックトラスク連発、3連発クリーンヒットしました。あしかしラリアット1回転、1回転でそのままカバーに行って、肩は上がりましたが相当のダメージが残りました。マイバッハがいません。ちょっとまた先ほどのさすまたの件もありますんで、今このカメラからもマイバッハ谷口の姿を捉えることができません。何を企んでいるか、あーと逃げ場のないところでエルボー、走り込んでのエルボーを打っていきました。カバーです。2カウント。この2人の攻防で勝負は決するのか。3ウェイマッチ3人の中での勝者を決めます。さらにあと丸め込んでいった、丸め込んだ、中島が丸めて3つ取りました。一瞬の隙にマイバッハがようやく立ち上がった場外。スリーウェイマッチは中島勝彦、一瞬の隙をついての丸め込み。地元福岡でのスリーウェイマッチ、ヘビー級参戦士、3つの軍団構想の勝者として勝ち並びを受けたのは中島勝彦。さすまたを手になすすべなしのマイバッハ谷口、結局自らが場外で沈んでいる間に試合が終わってしまいました。そして一瞬の隙を突かれたジョナロックとしましても呆然とこの試合を振り返ります。3人が微妙な距離でこの試合を終え、そのままマイバッハはリングを後にしそうです。ああジョナロックと中島はクリーンな握手で試合を終えました。そしてその姿を何度も何度もちらっちらっと振り返りながら、マイバッハ谷口はリングを後にしました。ヘビー級3選手によります 3way マッチは中島和彦が一瞬の隙をついての丸め込み、地元福岡の多くのファンの皆さんの歓声を受けながら、博多スターレン大会第2試合、中島和彦は 3way マッチに勝利しました。博多スターレン大会の第2試合は中島和彦が勝利を収めています。